いつまで強がっているあなたを悲しみから守りたい。どんな夜も怪獣の腕の中凍える心を温めさせて、神様お願い叶えて、ただ一つあなたを悩みから守りたい。どんな夜も怪獣の腕の中凍える心を温めさせて、ましかかんです。よろしくお願いします。約1年前、この5月ですね、久しぶりにサムコレが復活したのもこの5月だったと思います。めちゃめちゃ楽しみだったんですよね、あの1年前。なんでかっていうと、正式にサムコレに出演が決まったのがこの1年前のサムコレだったんですよ。まず1回、代打で急遽出ることになったのが1回目、で2回目が正式にオファーいただいてサムコレ5月に出させていただきました。それから1年、大学受験だったりいろいろ自分の中でも変わることがありました。それでもギター1本弾き語りのスタイルはずっと変わらずやってきました。なんでかっていうと、僕はずっとバンドがやりたかったんです。高校の時に同級生に誘ってもらって成り行きで組んだバンドなんですけど、ずっとそれでまた活動したい、解散しちゃったけどまたこの3人でやりたい、ずっとそうやって思って活動してきました。他2人は僕に比べてめちゃめちゃ上手いです。だからこそバンドの顔にもなるであろうボーカルの僕が、圧倒的経験値と圧倒的場数でみんなを引っ張れるようなフロントマンになれるようにと思って必死にやってきました。かなり遠回りはしましたが、少しずつ僕のやりたかったことが形になってきています。
もう少しだけ僕のこのソロのスタイルにも皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。これまで頑張ってきたけど、これからも頑張るぞという気持ちも込めて、世界の終わりさんのサザンカ。Thank you.
1年前も同じような MC をしました。この歌詞サビの最後にだけど確かなバースデーソング、今日5月2日ですよね。あと1週間後、あと6日後、僕は20歳になります。そうそう、実は私こう見えても大学生で、それも2年生。この後出てくる若々しい子たちとはちょっとね、もう息上がってるしね。5月11日。お、マジで？5月8日です。8日です。びっくりした、初めて知った。なんですよ、ゴールデンウィーク明けぐらいに2人が年変わるんで、皆さん覚えておいてくださいね。何の話するかもう忘れちゃった。次の曲は僕のオリジナル曲なんですけど、思い出して話すことを話しますね。そう、バースデーソングってことで、僕の誕生日が5月8日だよっていうことで、実はこのゴールデンウィーク中に僕の20歳のバースデーライブっていうのをやる予定だったんですよ。ちょっと応援するよっていうね、方がいてくださったので、その人とちょっと協力して
バースデーライブをなんか自分で主催するとはちょっと違うんですけど、なんかいろいろ文句言って、いやこの人呼びたい、あここでやりたいみたいな、時間この時間がいいなみたいな、めっちゃわがまま言って、最終的にちょっとギリギリすぎて準備が間に合わなくって、あの夏ぐらいにね、気づいたら二十歳になってましたライブみたいなやろうかなと思ってるんで、ちょっとあの皆さん8月頭ぐらいちょっと頭入れといてください。そうなんですよ。で本当にそのバースデーライブ楽しみにしてたんですけど、できなくなっちゃって、まあ僕のせいなんですけど、あのめちゃめちゃ楽しめたことには変わりないんですよ。でやりたかったんだけどできなくって、でもこういう時、ああできなかったなってこうなんか落ち込むんじゃなくって、こういう時だからこそ自分から何かしら発信していかないといけない、動いていかないといけないと思って、私ガガンですね、名前を伏せてる、顔を伏せてるわけではないんですけど、名前を100日後にバースデーライブを開催するシンガーソングライターという名前でね、あの TikTok 最近やり始めました。誰にもバレず、しれーっとやってます。あのここにいる人だけは、あこいつガガンだってあの認知した上でぜひ見てほしいんですけど、どうなんかハッシュタグ100日後にバースデーライブを開催する SSW って打てば多分僕しかヒットしないはずなんで、ちょっと探しといてください。 TikTok です。まだね、昨日か5月1日から動画やってるんで、あのまだ1本しか上がってないです。でこのあと8時ぐらいかな、おそらく上がると思います。ちょっと探しといてください。楽しみにしておいてください。ってな感じで、ちょっと SNS の告知を挟みつつ、こんなちょっとなんかうまくいってないけど、こんな時だからこそ頑張ってるよっていう報告でした。今からそんな歌を歌いています。めっちゃ簡単、うざいます。原動力、何もかもが止まった世界、僕らはあえて動き出す、沈んだ気持ちを仕上げてから元気で今日も歌ってる。何もかもが止まった世界、僕らはあえて動き出す、真っ暗な闇を切り裂くため、誰よりも大声で歌ってる。慣れるかどうかじゃないんだ、今考えるのはどうなるか、光り差す未来に向かうため、僕らがなるんだ原動力。台風の目となって奇跡の風を巻き起こすから、心配はいらないよ、その身一つで飛び込んで、失った精神を取り戻し、明日への活力を駆り立てる。なれるかどうかじゃないんだ、今考えるのは何ができるか、光り差す未来に向かうため、君もなれるんだ原動力。無駄だって牛の指さされても、そんなやつ無視しちゃいないよ、そいつらも巻き込むような、奇跡の風を僕が巻き起こす。
原動力。ありがとうございました。さて最後の曲になるんですけど、次が、あ、それね、好きなんやけどちょっとちっちゃかったよね。やるならやるでもうちょっとやってほしかったな。もう一回やっとくね。いい時間になってきたし、もうそろそろ次が最後の曲になってしまうんですよ。最後の曲は僕が一番大好きな曲で、僕が一番大切にしている曲です。ギターとか余計なこと考えず全力で歌います。スーパーピーパー愛しい人。
ございました。ガガンでした。